早漏単勝でも効果あり、スローセックスと女性の本音。今回はですね、スローセックスについてお話をしていきたいと思います。お二人ちなみにそのスローセックス実際どういうものかご存知でしょうか？イメージとしてなんかピスト運動がめちゃくちゃゆっくりなのかなとか、はいはいはい、そういうイメージなんですけど、川村さんはどうですか？前儀に時間をかける的な感じですかね、はいはい、ゆっくりしてるだけではないわけですね。あ、そう。この辺をですね、まあ、ちょっと解説していければなと思います。そもそも早漏単勝という部分、男性のお悩みとして非常に多くご相談を受けるものなんですけれども、セックスに対してっていうのは男性心理としてやっぱりこうサイズが小さいとか、うん、まあ、早漏だったりとかで相手を満足させられないっていうのが悩みにつながっていってしまうというか、自分自身がというよりかはこう相手を満足させたいというところで考えられる方非常に多いと思いますが、先生その男性心理としては実際分かりますか？分かります分かります。女性を満足させたいっていうのは男性常にあると思うんですよ。川村さん、これまでにすごいちっちゃかったとか早漏だったとか、そういった経験っていうのは今までに終わりでしょうか？すごい小さいっていうのはそんなないと思うんですけど、はいはいはい、早漏はその時としてすごい早い日があるとか、うん、そういうのはあったと思う。あ、はい、なるほど。率直にどう思います？物足りないと思う、うん、皆さんに早漏ってどうですかっていう意見を聞いてると、別に早いにはそんな気にしてないみたいな意見多いですよね。理解心があればっていう話なんですよ、みんな僕とかはまあ無理です。一回で終わってしまうとなかなか満足につながらないというところ、うん、これをですね改善策としていろいろ調べている中で今回一つ見つけたので、先ほどお伝えしたスローセックス、これはですねアダム徳永さんという方が提唱しているセックス方法になります。実際どういうものなのかというのをちょっと説明をしていくとですね、名前の通り前戯や挿入に時間をかけて女性の快感を増すという方法です。具体的にはですね、さっき言ったような時間をかければいいというわけではなく、一つ目、前戯は全身時間をかけて行う。これはですね性感帯と言われる部分には触れずに遠いところから時間をかけて触れていくということです。そうすることによって女性の快感のエネルギーを体内にチャージしていくと。時間かけてね、はい、人間の手というのはヒーリング効果がありますと。ヒーリング効果で指先から出る気を相手に流し性感を開くということです。あんま分かんないじゃないですか、実際その気を流すとか。そういうのは分かんないですよ。全身触って時間かけるっていうのは、はい、時間あればいいですけど、ね、時間がかかりますから、ね、まあ、川村さんこれどう思いますか？なんとなく分かります。時間かけて徐々にみたいな、急にポイントに行くよりは周りからの方が期待度というか、うん、そういうのはあると思う。いきなりこう正規とかは触らない。それは何分ぐらいなんですか？大抵 2,30 分とかは。それはさすがに時間もったいないよね。早くしろよって思わないよね、田村さん。いや、それを思わせるのがそのセックスの相手側に次に進んでほしいっていう風に脳内が達した時に多分快感っていうのが増すっていうものだと私は思うんですけど、はい、その通りです。実際に今20分ぐらいとお話だったんですけど、4時間とか5時間かけてやる方法もあるそんな暇なやついないから俺夜ご飯食べたのにそのことですけど朝になっちゃう。そうですね。2つ目、性感帯は触らないとお話ししたんですけれども、乳頭とかクリトリスとかまあっていう部分の触るっていう行為なんですけれども、はい、これもですねちょっと触り方に一つ特徴があるらしくてですね、はい、ここに至るまではゆっくり優しく繊細に触れるというところなんですが、はい、乳首に関しては高速で舐める、周りを触れる時はゆっくり、ただそこに至る時は急激に速度を上げるっていうのが意外と大事らしいです。ずっとこう一定のリズムでゆっくりやっていると飽きが生じてしまうということで、はい、そういった場合は高速で舐めるとか強めに触るとかっていうところが、まあ、効果的っていうことですね。この2番に関してはどうでしょうか、川村さん。同じペースって、まあ、もちろん飽きてきちゃうので、はい、強弱をつけるとか、うん、そういうのはもう多分基本かな。強弱をつけて、まあ、前戯を行っていく、最後に挿入という流れになるんですけれども、これもよく言われることなんですけれども、挿入時はもうゆっくり繊細にということで、ペニスに馴染んでいない場合は痛がるケースもあるということで、入れるときはもうなるべくゆっくり、もう本当にスローモーションで挿入をしていくっていうのがまず一つ大事だそうです。最初はゆっくり、そこからまたさらに速度を速めたり換気をつけていくということで、そういうような感じでやっていくんですけれども、挿入時にこう止めるとかゆっくりとかって結構言われること、まあそれ聞いたことはあるけどね。ありますよね、うん、まあ、あとは挿入したら入れたままで動かさないとかね、うんうん、そういう話今までも聞いたことある。
です。何回か聞いたことありますよね。河村さん、この点はどうです思いますか？これはなんか私も聞いたこともちろんありますし、はい、挿入してその1分とか動かないでっていう時に、うんうん、女性側が男性器の形だったりとか形状記憶するっていうか、はいはい、インプットさせる時間が多分1分ぐらいあるんですよね、うんうん、それ大事らしい。どう思う？それ大事だと思う。毎回それがいいですかね。でもその人との頻度とかもあるかもしれないですけど必要だと思う。そうですか。体の構造的にその形がこう合うっていうのはどうなんですか？膣ね、筋肉で収縮するからありえると思いますけどね、うん、挿入じゃなくゆっくりということですね。ただまあここで問題になるのが挿入なんですけれども、動くとすぐに射精に至ってしまうっていうケース非常に多いんですよ。そういう場合にどうすべきかっていうところ、ここもスローセックスの中で解説がありまして、はいはい、その場合は射精する前に一回やめます。やめて数十分置きます。あ、数十分も置くの？一回やめるんですよ、性行為。完全にやめるの？完全にやめます。ここでアダム徳永さんがおっしゃる内容としてはですね、一回中断して時間を空けると射精が遠のくじゃないですか、はいはい、ただ女性に関しては挿入をして中断をしてもエネルギーが蓄積されてる状態らしくて、また再開するときはまたより強くなる。いやいやいや、それは絶対ないよね。一回抜いて終わったらもう乾いてるよね。そこからまた再度行為に持っていくようにまた始めれば、うん、いやそれはいいけど男性も下がるけど女性も下がるよ、ね、多分そうだね。乾くよね。ただその膣内部はエネルギーが溜まってる状態らしくて、2回目3回目に行くにつれて性感が増すというふうに言っています。そうだ、はい、そうです本当かな。これも何度も繰り返すということで、そういう感じで騒動を、まあ、克服ではないんですけれども、なるべく時間をかけてやるっていうのがスローセックスの方法ということです。先生はいまいちピンとこない部分多いかと思いますが、河村さんは何点かある程度理解できる部分というか、どのぐらい時間があるかによるんですけど、はい、1回の行為をどれだけお互いが満足して終われるかっていうのを時間かけることでそれが解決するのであれば、はい、別に付き合いますけど、まあ、だからこれある程度そういうコミュニケーションが取れるカップルならいいですよね、うん、初めてとかまだ付き合ってそういう行為が少ないカップル同士だと、うん、何なのみたいな感じで絶対ないですよ、コミュニケーション取れないの問題はその女性が初めての時とか浅い時ですよね、うん、女性をがっかりさせないっていうのが一番大事で、うん、そこはこの徳永さんのあれだとちょっと難しいかもしれない、まあ、ゆっくり挿入してねちょっと時間を送ってやつ、はい、まあ、参考になりますけど、はい、途中でやめたら絶対女性なんだろうって思うよね。参考にする部分はするべきということで、この辺はなかなか上級というかコミュニケーションを取って長年付き合ってるとかであれば、まあ、試してみる価値もありっていう感じですかね。話それるんですけど、女性は性行為に対して集中がしづらいっていうことをですね、どこかのなんか企画の中で聞いたことがあるかなと思うんですけど、女性によってはこう恥ずかしくて集中できないとか、性行為中に晩ご飯をメニュー考えるとか意識が逸れてしまうことっていうのはあるっていうのを聞いたことがあるんですけど、この点に関しては実際どうですか？たまに気が散る時あります。どういう時に気が散るんですか？自分の体調であったりとか、はい、相手側の体的なものも何かが気になったりするとそういう時ってあんま気持ちよくないってことで集中はできないです、ね、なんか終わらないかな、はいはい、アダム徳永さんってこう没頭するっていうのも結構こうテーマとしてよく出てくるんですけれども、女性を集中させるための方法っていうところも何かあるのかなと思ったんですけど、具体的にその集中しやすくなるような方法って何かありますか？相手側の安心感とか言葉でだったりとか示してもらえると心もリラックスできるんじゃないかな、解放できるんじゃないかなと思うんです。はい、例えばこの早漏であったりとかも余裕がないのを目の当たりにすると多分気持ちが萎えちゃうと思うので、はいはいはい、実は早漏で焦ってるんだけどそういう要素を見せずにまた前期に戻すとか、はいはいはい、そういうのがもしかしたら大事なのかもしれない。もし、うん、今日ちょっと立ちが悪いなとか、うん、なんかちょっとあれだなっていう時は、うん、気持ちよくさせるっていうのにシフトチェンジしてもらえると、うんうんうん、そういうことを考えずに、はい、自分のこう気持ちよさに集中できるので、うんうんうん、なるほど、気にさせるようなことはしないっていうことですかね、うん、お互いは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 い先生はどうでしょうか、気になるところあります？
難しいよね。川村さんが今おっしゃったように、まあ、集中させる環境を作る、余裕を見せるというところは、まあ、結構意識的にやるべき部分かもしれないですね。ということで、まあ、今回はアダム徳永さんが提唱するスローセックスについて、はい、そして女性の本音ということで聞いていきました。元上チャンネル年内20万人目指しておりますので、チャンネル登録されてない方はぜひ登録の方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。